はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮ということで、今回からこちらをやっていきたいと思います。じゃあ早速入学する、ちょっとねこのタイトル画面であんまりうだうだしてると、これねすぐ画面が切り替わっちゃうんですよ。で、そのまず婚活偏差値39っていうのは何なのっていうことなんですけれども、これは自分がちょっと参加した婚活パーティーでリアル婚活偏差値っていうのを出してくれてですね、それが39だったということで、その時の、画像をちょっと貼っときましょうかね。真ん中あたりになると思いますけど、はい。で、一応やっていく方向としては、女の子との会話は飛ばさないでいきましょう。毎回そのコメントを見ていると、会話は飛ばさないでくださいっていうのがやっぱりあるので、今回も会話は飛ばさないでいきます。で、あと選択肢が出てくると思うんですけど、選択肢はその攻略のために選択をするんじゃなくて、自分が思った通りに選択肢を選んでいくっていう、こいつだったらこの選択肢だなみたいなのはちょっとなしで、もう俺が思った通りに、もうこれっていう感じで、だからあんまり変な選択肢を選ばないですよ、そもそも。一応心の中ではこう思うけど、自分が会話するときはこう言うだろうなっていう感じになるんで、自分上っ面だけはいいんで、あんま変な選択肢は多分選ばないと思います。と、あと、せっかく恋愛シミュレーションゲームをやっていくので、婚活の話ですとか、ちょっとリアルのネタとかを挟みつつやっていこうと思いますので、まずは名前ですね。じゃあ名前の方も、これは本名でいきましょう。三上。ショーはね、これなんですよ。で、大体ね、言われるのが、名前はかっこいいですね。名前はかっこいいですねって言われます。婚活パーティーとかでも、プロフィールカードで、どうもこんにちは、よろしくお願いします、みたいな感じで、自己紹介するんですけど、名前かっこいいですねって、結構言われます。このショーは、嵐の桜井くんと同じ感じなんで、桜井くんと一緒にすんじゃねえよっていう、ね、声もあると思いますけれども。じゃあ、名前も決まったところでやっていきましょう。ジュライ。7月17日。先生の話、長かったわね。でも、これで終業式も終わりましたし、こいつ髪が青いな。明日からは青っていうか水色だな。不良だ。明日から夏休みですね。いや待て、この話し方、ワクワクの反面しばらく、この話し方最近聞いたな。ちょっと別の動画のネタになっちゃうんですけど、プロジェクトクロスゾーン2、見てくれてる人はすぐわかると思うんですけど、シースと同じ喋り方するな。でも部活や委員会で夏休み中に学園へ来る人も、いや、その動画でも言ったけど、まずシースの喋り方は嫌っすね。あと FF のフィーナ、これも喋り方は嫌いっす。いや、見た感じは全然可愛いと思いますよ、この一番左の人。見た感じはもう超可愛いっすよ。なるほど。ほら、この喋り方がね、嫌っすね。やっぱね、会話は重要なんで、その可愛くても、話してて、イラッとすると、やっぱりね、ダメですね。ストレスになります。今のところ、この3人の中でいくと、真ん中か右の子だな。そうね、全然話聞いてねえし。いつの間にか戻ることになってる。また夏休み中にお会いしましょう。いや、お前と会うかどうかは分からん。先輩。お、なんだこいつは。いよいよ明日から夏休みですね。うわ、後輩か。すげえロリ顔だな。夏休みもちゃんと活動しますよ。でもっていうかさ、なんで普通に廊下で話しかけられるってさ、ないでしょ。え、俺だって高校生の時なんて一日のうちに女の子と話す機会なんて、そのなんかおはようとか、あとなんかその勉強のこととか その業務的なことしか話さないっすよ。その夏休みが近づいて、もうすぐ夏休みだねみんな、そんな会話ないっすよ。てか、なんで左のやつはさ、ぬいぐるみみたいなの持ってんだ。学校にそんなものを持ってきちゃいかん。没収だ。先輩
休みを送ってくださいね。いい夏休みとは果たして。ああ、明日くらいこの子いいな、ね、今の中の俺の中でナンバーワンっすね。名前覚えとこう。桜井あかね。さっきの人全然名前覚えてねえし。そのセリフはもう3度目でも本当のことだから仕方ないよね。うん、うん、話し方も普通だな。オーケーオーケー。夏休みに入ったらお昼の放送がなくなっちゃうから少し寂しいかな。ふむ、夏休みは変なのが出てきた。桜井さんを寂しくさせるのですか。なんでこんなロボットみたいな話し方してるんだ。もしやこいつこういう話し方をして、私は個性的よみたいな。こいつも外国人かな。ミスモノクローム。お、モノクロームちゃん。でも外国人多いなこの学校。楽しみの方が大きいから大歓迎なのは確かなんだけどね。なるほど、寂しいけど楽しみで大歓迎。いや今のところ外人2人はないな。イベントは想像以上に奥が深いのですね。あ、こちらにいらっしゃったんですか。また出てきた。どんだけ女の子に話しかけられてんだ俺。すげえな。そろそろモテモテじゃないか。ホームルームの時間ですよ。立花先生も教室にいらっしゃいました。あれ、こいつ同級生だよね。なんで敬語使ってんだ。行かなきゃ。モノクロームちゃんも行こう。はい、それでは皆さんごきげんよう。椎名さん、夏の大会頑張ってね。椎名さんなら絶対に入賞できるよ。はい、皆さんのご期待に応えられるよう頑張りますね。さあ、私たちも教室に戻りましょう。うん、この子とはまだ距離がある感じかな。いや、まあ多分普通に敬語なんだろうけど。若っ、先生若っこの人何歳だ。7月18日から8月31日までの45日間。あ、長いね。45日もあるんだ夏休みって。いいな。長いようであっという間に過ぎていくのが夏休みです。だって担任持ってるってことは、まあそれなりのあれでしょ。多分1年目とかってなかなかね担任持たないと思うんですよ。あ、ちょっと飛ばしちゃった。だって少なくとも教員免許を取るには大学で、まあその教員の科目を受けないといけないし。今年も猛暑となり熱中症が心配されます。なんか天気予報みたいなこと言ってんなこいつ。活動する人たちはこまめな水分補給と小休止を心がけましょう。それでは皆さん良い夏休みを送ってください。まあでも多分担任持ち始めて初年度なんだなきっと。あ、俺日直さん俺じゃあ1学期最後の号令をいきますか。起立礼。こうして高校2年の夏休みが始まった。あ、高校2年ね。そういえば主人公会話に参加しないな。それはいいな。このボイスありで主人公が会話をしてくるとちょっとね俺の出番とかなくなっちゃうしあれ、キャラとしてのイメージがついちゃうんで。こんなところで何をしてるの。いや、それは俺にもわからん。マジで何してんだ。え、私はこれから学校でお仕事だよ。しかも道端でばったり会ったケース。来週の月曜日までに終わらせなきゃいけないのが残ってるんだ。生徒にさ、仕事の話するか。君はこれからどこかへお出かけ。いや、わからん。マジでわからん。あらら、退屈しのぎにブラブラしてるだけなの。暇すぎだな、俺も。でも、せっかくの夏休みなんだから、もっといろんな場所に出かけた方がいいと思うけどな。うん、ごもっともだ。でも具体的に何をすればいいかわからない。いや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 、待って待って待って、俺高校生2年高校生ってか高校2年生だろ。何その夏休みに具体的に何をすればいいかわからないってどんだけ問題児だよ。じゃあ先生が今から特別に教えてくれんのか。夏休みの過ごし方のポイントって高校2年になって教わることか。まずはこれを見てね。あ、はい。そう、これは夏休みのカレンダーだよ。そうですね。カレンダーを見れば今日の日付やそれまでに起きた出来事が確認できるんだ。なるほど。夏休みは今日から45日間あって、その1日ごとに行動することができるの。そして行動の基本はいろいろなところへ行くことだね。このマップ画面で行きたい場所を選ぶだけでそこに移動することができるんだよ。お、すげえな。じゃあ俺瞬間移動できるのか。この2つのマップの中から西欧学園を選んでみるね。あ、ここ西欧学園って言うんだ。かっこいい学園名だな。すると
に選んだマップが拡大されて、もっと詳しいマップを見ることができるんだ。そして注目、各移動ポイントの上にみんなの顔アイコンがあるでしょ。行きたい移動ポイントにある顔アイコンを選べば、なんでさ、女の子がここにいるっていうの分かるんだ。俺ストーカーなのか。ただ今日はこの子はここにいて、あの子はここにいるみたいな。あ、行動力、行動力はね、ないっす俺。あ、俺行動力すぐなくなりそうだな。気をつけてね。と、一日一日を大切にすれば充実した夏休みを送れるんじゃないかな。あと、夏休み中に出会った人たちとはちゃんとしたコミュニケーションをとってみてね。うまくコミュニケーションができれば、夏休みならではのイベントも楽しめちゃうかもしれないよ。とにかく行動あるのみだね。うん、まあそうだな、行動は重要だ。応援してるから、楽しくて充実した最高の夏休みにしてね。いや、いい先生だ、ありがとうございます。こんな出来損ないのために夏休みの過ごし方を教えてくれて。っていうか7月18日それで終わり。ほんとログでもねえな俺。じゃあちょっと行動できるみたいなんで、まず学園を見てみますか。あ、こいつか。てか顔見ただけじゃちょっとわかんねえな、これ誰だこれ。ちょ、街も見てみましょう。こいつに、これ髪が青い子ですね。あ、左の方に名前が書いてある。ミート、シーナ、ココミ。これ敬語の人だよね。で、これ髪が青い人で、これが多分後輩の子。じゃ、さっきの子は。で、これはあの外人で、望月エレナってなんだ、わかんねえ。一番左の怪しい外人か、真ん中に出てきた人は桜井さんいねえじゃねえかよ、そもそも。どういうことだ、なんてことだ。じゃあ一番最初はこの恵子ちゃんに話しますか。こんにちは。朝はまだ涼しかったのに、お昼になって急に、これ何、改札口でばったり会ったの。え、朝のことはわからないんですか。なるほど、ついさっき起きたばかりなんですね。今何時、時計の針がないね。確かに早起きする理由がないとついつい寝坊したくなりますよね。私は新体操の練習があるので、あ、新体操やってんだこいつ。早起きすることがありますけど、あなたが夏休みに早起きするための理由ですか。と言ってもあなたは帰宅部でしたね。そうか、俺は帰宅部か。あ、そういえば、まあ、高校の時はね、俺結構ねバイトやってたんで、桜井さんが帰宅部でしたね。この夏休みの間、朝の体操に参加されていました。お、マジでマジで、話していましたね。朝の体操ってラジオ体操みたいなやつ。早朝の公園で子供たちと一緒に体操をされているみたいです。それはいい情報を聞いた。あなたも早起きのために参加されてみてはいかがですか。うん、すみません。そうだな、体操のために早起きはできないけど、桜井さんに会うという口実のために早起きする、そういうことはできます。はい、あなたも夏バテせずに楽しい夏休みを過ごしてくださいね。いや、いい情報をゲットした、ありがとう。なんだっけ名前忘れちゃった、椎名さんだっけ。あとはどっちにしようかな、青髪の方に行きますか。名前、まず名前と顔を覚えないとね。その青髪とか失礼だし。こいつなかなか薄着してるな。まあ、夏だからいいけどさ。それで私に何かご用ですか。用、用は特にないよ。私に聞きたいこと。いや、聞きたいこと？いや、いっぱいあるけどさ、何も知らないから。旅行について、テレビ番組について、読書について。テレビ番組見ないんでよくわかんないっす。で、読書もあんましないんでよくわかんないっす。ちょっと旅行かな、話ができるのは。ピューみたいな。すみません、あ、なるほど。これは多分こいつの趣味に合わせた選択肢を選べってことだったんですね。それでは、多分読書だな、こいつは。なるほど、そういうことか。いや、でも俺読書の話されても分かんないし。July 7月20日こうやって進んでいくんですね。はい、というわけで、じゃあ初回はちょっとこの辺にしておきましょうか。
まあ、出てきてなかったですけど、今のところ今出てきたキャラクターの中でいくと桜井さん狙いで、今後進めていきたいと思います。まあ、他にも多分キャラクターはもっと出てくると思うんで、まあ、その都度もしかしたら変わるかもしれないし、まあ、いい子がいなかったらこのまま桜井さんに行くかもしれないし、まあ、それはちょっと分かんないですけど、じゃあ次回は7月20日からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。